Bonjour. 皆さん、こんにちは。オンラインフランス語学校、アッサブルフランス講師のやすこです。今日も皆さんにとても役立つフランス語の表現をご紹介します。週末の朝は、布団の中でしばらくゴロゴロするのが大好きです。さて、私は朝寝坊をする。と、フランス語で何と言えばよいでしょうか。Je fais la grasse matinée. Je fais la grasse matinée. Je fais la grasse matinée.Je fais la grasse matinée. たっぷりの朝をする。これで朝、布団の中でゴロゴロする。たっぷり朝寝坊するという意味で使いますよ。皆さんはたっぷりの朝をするのは好きですか？さて、フランス語をもっと勉強したいという方は、アンサンブルのレッスンでお待ちしています。それでは、アビアトー。